おはようございます。今日の由布岳は山頂見えないですね、ご飯作ってもらってるんで湯気がモコモコとカレコから湯気見える。あったか、めっちゃあったかい。ここ草ラジコでキス FM 神戸かけて。ラジコでキス FM 神戸を再生します。給水中です。ここね、水道は湯布院の美味しい水らしくて、そのままもう飲めるみたいです。後からグレータンクも処理せんとな。食べてからかな。意外に大きい。30リッターぐらいかな。今日は納豆とソーセージと目玉焼きと昨日のご飯の残りと、あそこに今チンしてるけどもさつま揚げがありますと。どうした？このなタレの味がな、めっちゃ色が薄いしな、味が違う。黒崎さんって書いてある。あれ違うの？いつもどんなやったっけな。いつもあれやんな。茶色色のさ、茶色やんな。醤油、そうやんな。甘い醤油のやつやんな。関西と違うんこれ。でも違う。コスモスのプライベートブランドやね。だって書いてあるもん、ほら。鹿児島県産。枕崎？枕崎さん、カツオ塩のタレ。関西と味変えてんのかな。そうちゃん。どこ持って帰んの？持って帰って検証するの、家で。検証する。おい、おいしい。おいしい。おいしいやな。ん？おいしい。おいしいって。嘘やろ。あんたのみかん食うからね。降りなさい。やだよ。俺別にしてんねんけど、俺は。え？俺は別にしてんねんけど。せーへんねんて、タオル腰とかんと。面白いのかな？なんか。家族会議の結果、湯布院が良すぎたんでもう一泊します。 RV パークで。家族会議に入ってない約2名がいらっしゃいますが、うん、やるやで。あ、耳耳耳。お正月のあたりこれ金リンゴやね。お、香り湯気出てる。え、休み。ギャラリーが2階にある。休み。あ、ギャラリー、あのショップ休み。ママがもう疲れて、一緒に決まらないから。ランチランチ。これカロティーヌランチ。ピザみたいな感じ、ね。他にも多分パンもね、単独で買えるはずやね。クロワッサンとか。これは誰かのモニター。そういうこと。10時半まで。まあ別に。これが好き。こっちの方が美味しそう。美味しい。オープンサンドイッチとかいう。今朝はご飯食べたからパンじゃなかったし食べれるで。うん。ここで食べる？こんなパンオショコラとかもある。パンオショコラ欲しい。クロワッサンとか。え、何？パンオショコラ欲しいよ。パンぬるそうやった。パン食べる？昼ご飯。先にご飯食べた方がいいけど。めっちゃ可愛くない？パンオショコラ。入る。入ろう。あれ閉まってる？こっちじゃないのかな、入り口が。
ちょっと待って、定休日9時から。あれ水曜日今日？今日水曜日？水曜日や。今日水曜日か。なるほど、定休日や。じゃあ、あのあそこで座ってる人はまた別？コーヒーと。ダメだ。おいしい？うん、おいしい。楽天のポイントが今日までやって、急遽コンビニ1万ポイントあるからな、今日まで使わないがポイントが。もう使った？半分使ったよ、やっと半分か。こんだけ買った半分。5000円。でも、ある意味すごいで、コンビニで5000円使う。すごいで、ゴーヒーウェイだで、ね、買ったの。おーって言ってたの。さすがコンビニ。あの値段気にせず買ったらああなるんやね。そう、夜もコンビニやからごめんな。やったー、また肉まん食べようかな。まったりかよ。ちゃまちぃちゃまちぃ YouTube 見ながらなんかドレスみたい。現代子やな。今日の雰囲気雨なんで、我が家はまったり過ごしてます。後ろにはね、由布岳が見えて、見えるかな。よいしょ、オーニングしか見えないかな。オーニングしか見えないね。この後温泉行こうか。よっしゃー、よっしゃー。いつも温泉行けて嬉しいわ。やっぱ幸せ幸せ。昨日の温泉どこな。いや昨日の前の温泉が一番楽しかった。滑り台あるのが一番楽しかった。めっちゃビュー。あれはな、パパ見たことないで。あやかも見たことない。ない。プールしかない。そうやな。温泉やもんな、あれな。あれこっちさ、温泉やけどプールって言ってた。しかもこの辺も、この前だったやんな。お湯が。さあちょっと、この辺ちょっと太ってきた。そんなん言わんといてよな、女の子やで。そっちはお寝かけぼっこぼっこすげえ顔してるわ。なかなか面白い。やめて。めっちゃ晴れてきた。お昼寝してたみんなで、ね、気持ちよく湯布院で。あー気持ちいい。なんか朝日みたいで。RV パーク湯布院60分300円24時間3500円。ウェブから、予約もできます。で、電源流し台、トイレ込み、グレータンクも処理できます。あとはね、書いてないけどもゴミの処理できたり、洗濯機も使えます。 RV パークを上に3分あっちの車でね、つかの間さんに来ました。ここね、日帰り温泉だけど6時までなんで、日のあるうちに来ないと入れないです。なんか湯布院っぽい。ねえ、なんかみかんの匂い。あったかい。もくもくやな。もくもく、そっからこのができてるのかな。ね、うん、どこや、こや。これ、急に男と女分かれるの。そうやね。ここに個性があるらしい。急に分かれちゃう。じゃあ、まだ1時間ぐらい。そうやな、ね。はい、温泉入ってきました。めっちゃ気持ちよかったですね。湯は青色、青白で、なんか川、すごい雰囲気のある温泉でした。で湯布岳も見えて、できればね、この明るいうちに来た方がいいですね、ここ。あ、気持ちよかった。
危ないよ。トップ。よし、パパの食事や。豪華コンビニシリーズ。シリーズはやったら豪華や。うん。サバの味噌煮とこれが、薬、おでん。で、九州味噌の豚汁だったっけ？豚汁とは書いてなかった。で、納豆とサラダ。で、書いてなかった。スモークサーモン食べようとしてるね。らしいです。はい、あと5分で YouTube ライブ始まります。緊張やね。みんな来てくれるのかな。よくわからんけども。まあ、ライブ終わったら5分で終わろうか。お前ら、それはね、まずいか。15分ぐらい。何分も使えな。あとよいしょ、今5分切ったね。ちょ待って3分前やけど5人待機してもらってる。そんな待つほどでもないと思います。すいません皆さん、ありがとうございます。あと30秒、8人待機してもらってる。おはようございます。今日はアルビーパーク満車ですね。トレーラー3台とハイエース3台、デリカ1台と、キャブコン2台。おお、由布岳綺麗に見えそうです。今日由布院のモーニング食べて出発するんで、それまでにモーニング食べるまでに給水とかグレータンクとか処理して、モーニング食べた後すぐ出発できるように準備したいと思います。モーニング行かへんの？行きたくない。なんで？歩くのめんどくさい。どうすんの朝ごはん？ここで食べんので帰ってこんかったら自由。パパたち行ってきていいってこと？うん、デートしときデートしときよあらら、行かへんの？行きたくない。ご飯食べ終わったらどうすんの？自由。自由ですか？塗り絵。塗り絵？テレビ。ほんまに？折り紙。折り紙。遅いと怒らんとってよ。怒りたくない。怒られたことない。確かに。なんかやばい、飛ぶ飛ぶ。やばい。まあ、朝ごはんの音やね。唇いっぱい唇、これ、あたしんちのお母さんの唇一個二個だってさ、ダメーもん、ソーセージ二個しか。そうなん、いらんの？だってこのソーセージ嫌い。なんでやねん、セブンプレミアムやで。じゃあ一個食べて。行ってきます。閉めときね。こっち行ってきます。はーい、いってらっしゃい。そばます。いってらっしゃい。なぜバイバーイ。のどけ。のどか。子供たちはトレーラーのあったかいところで YouTube 三昧かな。あ、ついてきてくれへんね。なんと。寒ないんか。寒ないんか。さあ、一発で入れるんかな。子供たちはテレビ見てますな。くーちゃん、くーちゃん、あやかの膝の上おる。ほら、ほんまや、幸せ。まあ、これ半分ちょうだい、半分ちょうだい、三分の一ちょうだい。クロワッサンやね。こちらお持ち帰りです。
飲み物はそれぞれいかがいたします？紅茶、うん、紅茶のホット2つ紅茶の、はい、老けた、顔が老けた。なんで？夜飲んだ瞬間老けたで。そうやだ。この真ん中の美味しそうなところもらっちゃおうかな。やっぱこっち食べよう。なかなか終わった。ボロボロちゃうよ。はい、ちゃい、刺さった。頭がいい。うん、しっとりしてる。うん、確かにトングが美味しい。トングが美味しい。来た来た、もうドローン。ごちそうさまでした。今日お天気いいね。寝るんかな。ごちそうさまでした。おお、寒っ。帰ろう。ぬるか温泉。もう5回か6回目ぐらい。ホールで。ほんまや、ホール。ただいま。ただいま。遅かった？遅くない？はい、グレータンク処理します。よいしょ。これね、グレータンクのタンクなんですけど、グレータンクって高いんで、うちは水用のポリバケツの中に黒い塗料を塗って内側にね、グレーっぽく見せた。で、ここに 75A の水道用の点検口をつけてグレータンク代わりにしてます。領収証の必要な方は領収証をただいま領収証。中津市の唐市、中津総本家だっけ、うん、にお弁当頼んだんで取りに行ってもらいます。中津唐揚げ中津総本店唐市さんです。ん、早い。早かったんじゃないですか。そう、10秒ぐらいかな。本当？あのペイペイで買ってきたし早かったと思うんだけど。なんてこった。ほんまに？
の駅新吉富に行きました。ここでね、先買った唐揚げ弁当を食べたいと思います。寒い。あ、お茶入れてくれた。桃からです。そうだな、あの桃ナンバー。あ、桃ナンバーなんかこのソーセージ嫌いな種類が。あ、カリンだ。で、あやかはこれメンチカツ。で、サーヤはコロッケ、カラーケロッケね。カラーケロッケな。あやかはケロッケ言ったな。ケロッケメンチカツ弁当や。はい、せーの、いただきます。これが有名なんだよ、この。あれ、いつの間に上の人か。うん、でもジューシーだね。どう？だいぶ残しい。だいぶの外美味しかったね。あれも中津唐揚げやけど。みんな唐揚げは絶対あるなんか味ちゃうよね。うん、美味しいよ。これ総額1970円。唐揚げ、唐揚げ意外に安いんやね。これだけ考えるの。まあそんな。今日帰りたい。うん、なんでババたちもう一泊しようと思うんやけど、明日の朝帰ろうと思うんやけど。プレゼントがあるかどうか。どこに？お家を忘れてないのか。あるかな、さあちゃん。あるかな。あれ、あやかも昨日な、起きてきたやつあるかな。あやかは絶対ない。ないかな。言ったもんな。今12月30日の15時、そろそろ神戸に帰ろうと思います。楽しかった？うん、よかった。神戸市帰るの？神戸市帰ろう、ゆっくり帰ろう。ちょっとブラブラしながら帰ろうか。ブラブラゆっくりゆっくり。じゃあ帰ろう。ちょっと道間違ったらお茶屋さん見つけたんで立ち寄りたいと思います。いっぱいある。いっぱいある。ドクロとかも可愛いね。こんな花咲くお茶ね。配達日で不定休がございますので、ホームページにカレンダーお知らせ載せてますので。あ、通販もやってるんや。あ、本当だ、通販もして。はい、通販もございますので、もしあれだったらお届けしますので、はい、ください。はい、ありがとう。お茶が。お茶飲んだ。お待たせ。飲んでない。よし、行くで。奥に本州見えてきましたよ。愛関門トンネル。料金所です。やる？英語の選択です。
いや、そんなことせんね。下のとこプレゼント。よいしょ。ナイスー。